はい、どうも皆さんこんにちは。梅昆布 CH です。というわけで皆さん見てください。前回のスーパーで買ったこのしじみが、ザリガニにザリガニ出てきたんですけど、見つかった。大丈夫か？遊んでるけど まあね、貝殻はね、突破できないと思うんですよ。あ、なんかついた苔とか食べてんのかこいつ。おー、なるほどね。おー、持ってこうとしてるこいつ 持ってこうとしてるけど、あー、殻閉じちゃいましたね、せっかく出てたのに。まあそれは当然ですよね。まあね、危機感じゃ、カタツムリだってね、つっついたらね、縮んじゃうんじゃないですか、持ったら。それと一緒ですね。相当君には重いと思うぞ、これは。タイヤ運ぶみたいなもんなの。もうすごいすごい。運んでる。運べてないな。必死に運ぼうとしてますね。こう。襲っとんのか、これ。食べる気でいいの。ああ、これ。やっぱ苔とかね、ついてるやつを食べようとして、食べてますね、これ。おお、すごいすごい。ああ、諦めたな。諦めちゃいましたね。そっか。あ、無理だって分かったんでしょうね。はい、それではまたのご視聴よろしくお願いします。さよなら。